用意しますのはね、まずゴヤ、ね、ミョウガ、ね、サバ缶、豆腐、ね、豆腐半丁ぐらいのやつね、それと、醤油、これだけです。さあ、それでは行ってみましょう。はい、まずね、ゴーヤをさばいていきましょう。はい、そうしましたらね、フライパンに適当に水を入れまして、この中に先ほどのゴーヤ、これを入れまして、一煮立ちさせていきます。はい、沸騰してね、1分ぐらいしましたら、もう火を止めまして、ザルの方に上げていきます。はい、先ほどのね、フライパン、軽くすすぎましたらば、これにオリーブオイル、ね、これを、入れます。そしてフライパンになじませましたらば、先ほどのゴーヤを入れます。はい、そしてね、ゴーヤにね、このオリーブオイルが馴染んでね、若干こうフライパンで焼けたかなっていう頃に、火をね、弱火にしまして、このサバ、もう丸ごと入れちゃいましょう。ね、サバ入れまして、崩しながらね、弱火で炒めていきます。このね、サバはね、このままでも食べられるからね、別にね、しっかり炒める必要はないですね。サバ缶のいいところですよね。こういう感じで汁ごと、ね。で、少し中火にしまして、弱めていきます。そしたらね、今度はね、豆腐ね、さっき半丁分これ入れたらね、火をちょっと強火にしまして、豆腐を崩しながら炒めていきましょう。はい、で、ね、このサバ缶のサバの方にもね、ちょっと味がついてるんですけれども、もうね、醤油をね、好みで入れます。そんなもんかな、まあ、適当ですけどね、目分量で、好みで入れてください。そしたらね、強火にしまして、よーくね、炒めていきましょう。はい、それでね、だいたいね、2分ぐらい炒めましたらね、火を止めます。それでさらに、もう入れていきましょう。すごい、もううまそうですね。はい、こんな感じでね、さらば、はい、この上に先ほどのみょうがをかけていきます。パラパラパラ、うまそうだね。はい、出来上がりです。はい、ゴーヤのサバ缶豆腐炒めみょうが和えの完成です。いやー、うまそうにできました。それではね、早速食べてみましょう。まずね、このゴーヤね、いただきます。
あーゴーヤのね苦味とねこのサバ缶のね独特のこのサバの風味、うん、これにミョウガが加わると美味しいね。いやこれはもうビールでしょね。がね、またいいアクセントになってて美味しいです。いかがでしょうか。